黒い、なんか黒い。皆さんこんばんは、銀次です。今日はライブをいつも見てくれてる人は知ってると思うんですけど、私つい最近断食を、3日間断食をしまして、体の中がかなりデトックスされましたので、そのデトックスされた体を維持するために、体に優しい healthy なおやつを作りたく、そう思いまして、バナナチップスを砂糖添加物一切なしで作りたいと思います。どうもありがとう。まあ、ということで、こちらのね、バナナを使いまして、これはユニフルーティーバナナ、ビタミン B6 たっぷり、ビタミン C、 食物繊維、含有フラクトオリゴ糖、全ポリフェノールだって、こちらのバナナを使っていきたいと思います。3本あるんで、こちらのね、大江さんにもらったオーブントースターにオーブン機能もついてますので、これを使って油とか一切使わず、とりあえずオーブンでカラッと焼くだけで、もう一個はちょっとね、揚げてみようかなと思ってるんですね。俺たちの子供の頃って揚げバナナチップス流行ったでしょ喫茶店とか行ったらさ、俺なんかかすかに覚えてるんだけど、まだ僕にお父さんがいた頃、父と二人で一緒に喫茶店に行って、あの喫茶店は確か昭和の喫茶店でした。ブラウンを基調としたレトロな雰囲気の漂うあの喫茶店で、父が私にミックスジュースとバナナチップスをご馳走してくれた記憶があります。そんな感じで、このオーブントースター、大江さんにもらったオーブントースターで、すごいいいやつなんですけど、これをね使って焼いていきたいと思います。ということで、まずはバナナをね切っていきたいと思います。私、あの中指にひどい炎症があったんですけど、断食3日間やったおかげでほぼ治っております。ここすごい荒れてさ、真っ赤っかになって粉吹いてすごいことになってたんですけど、まあ断食をしたことによってね、肌がかなり改善されて、普通のね、なんかおでことか目の周りあたりの肌がもうめっちゃくちゃツルツルしてるんですね、今すべすべ。ってことで、これを斜めに、で3ミリ幅斜めに切っていくんだって斜めになんねえじゃん。あんまり分厚いとなんかチップス状にならないような気がするから、ちょっと薄めの方がいいのかな、やっぱね。最初斜めに切っていってたのにさ、不思議と斜めがなくなってさ。ちなみに私はバナナがあまり好きじゃないんですね。生で食べるとそんなになんかあの好きな感じじゃなくて、どうしても甘いものが食べたくなった時に、ちょっといやいや、ちょっとねバナナを食べてるって感じ。普段は食べません。よほど甘いもの食いたくなった時とかに、例えばチョコレートとか菓子パンとか食べるよりは、こういうものを食べた方がまだマシって感じで。でも断食してからさ、そんなにないんだよな、なんかすごい食べたいっていう欲がね。まあライブでは散々語ったからさ、もう動画ではそんなに多くを語る必要ないって気がするんだけど。でも子供がいるお母さんとかもさ、めちゃくちゃ楽ですよね。変なの作らずに、あのお菓子をさ買ったりとか、体に悪いお菓子買ったりとか、あと何、手間がかかるようなものを作るよりもさ、バナナ切って揚げたり焼いたりしただけでいいとかさなんかめちゃくちゃ簡単ですよね。で、切ったバナナを盤の上に並べていくだけ。なんかさ、潰れるから並べづらいね、すごくね。バナナってこう微妙にぬめってるし、なんか切ってる段階でも潰れそうだったからさ、なんかね。まあ冒頭でもちょっと話したんですけど、子供の頃さ、なんか俺たちの子供の頃って絶対バナナチップス流行ったと思うんですね。なんかあったもんな、喫茶店に行ったら絶対あった気がするんだよな。ちなみに今日使ったバナナはかなりちっちゃいやつだから2本したんですけど、大きいバナナだったら1本で十分でしょうし、なんか俺の場合はさ、めんどくさい、多分20分ぐらい焼くんですね、これをね。で、20分も焼くんだったらさ、いっぺんに作っときたいなっていっぱいねなるじゃないですか。なんかね、なんか違う。ちょっと待って、くっついて
まな板にくっついちゃって、よし、これで焼いていきたいと思います。どうもありがとう。おい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 、黒、うわ黒、うわ分厚かっ、黒い、なんか黒い。あの動画の録画ボタン押し忘れてて、なんか何個か食べても感想言っちゃったんですけど、くっそまずいです。あーもうなんかさ、20分間210度のオーブンで焼いたんですけど、べちゃべちゃしてるし、全然カリカリになってなくて、変なバナナのえぐみが凝縮されてる感じ。このバナナ普通に食べるとめっちゃ美味しかったんですよ。くっそまずくなってる。めっちゃまずっ。